村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは。フリーアナウンサー大橋ひろこです。村上直樹さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。11月30日月曜日、今日で11月が終わり、明日からもう12月ですね。早いですね。早いです、この1年いろいろありましたね。いろいろありました、まあ、それはまた別の機会に振り返りましょう、はい、まだありましたって言うとね、1ヶ月ありますからね、締めくくれないのが、はい、新型コロナウイルス、はい、ここに来てまた世界で感染拡大、日本でも経済の影響が懸念される事態となっています。大阪と札幌が GoTo キャンペーン除外と、はいはい、あと東京での飲食店も時短営業の要請が出たということなんですが、はい、うん、この GoTo トラベルキャンペーンの見直しっていうのには、はい、うん、まあ、経済の影響どうなんでしょうか。まあ、結構あると思いますね、これはね。やっぱりこの GoTo トラベルで、まあ、GoTo トラベルがあるから旅行したっていう人がどれぐらいいるかっていうのは結構そこは微妙なんだけれども、はい、でも少なくてももう2000億円ぐらい政府からその補助という形でお金が出てるんですね、はい、その、これ10月までですけれども、総予算は総予算 1.8 兆円なんですけども、そのうち、まあ、1.8 兆円のうち全部家計に行くかっていわれて、いろいろその業者に行ったりとかする部分もあるんで、はい、そのいろいろあるんですけども、まだ2000億円ぐらいしか使われてないんですけども、でも実はこの10月から特に大きく増えてるんですね、はい、旅行者も増えてるし、その支払いもすごく増えていて、はい、で大体その旅行全体に占めるその4割ぐらいは少なくてもこの対象になってるというふうに、まあ、僕簡単にこう計算するとですね、はい、うん、計算できるん でむちゃくちゃやっぱり増えてるんで、この10、まあ、11月も増えてたと思いますけれども、はい、やっぱりそのもう旅行需要が相当落ち込んだ中で、まあ、それをこう正常化させるために、ややそのスピード感を持ってこう正常化させるためのその後押しとして、やっぱり結構な割引じゃないですか、うん、はい、まあ、だから結構使われたし、多分マクロ GDP にも影響、はい、多分 0.1 とか 0.2 ぐらいは影響するぐらい の、はい、押し上げ効果はもうすでにあるんですね、はい、うん、で10月以降です、ね、もう10月、まあ、4月から始まってますけども、はい、で10月から範囲が拡大されて、東京もですね、そうで11月も相当旅行増えたっていう話でじゃないですか、はい、で今ちょっとまあ見直しっていうことだけども、これやっぱり12月までもしそのずっと続いてれば、多分市区の GDP を、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、コンマ1コンマ2ぐらい押し上げても全然おかしくなかったと思うんですね、まあ、なのでそれぐらい、まあ、結構これは効果が大きい政策だったと思うん で、はい、でやっぱり今地域ごとにその見直そうという話ですけども、これはまあ、ある意味合理的で、そのこのコロナの話っていうのは結局医療崩壊するかどうかなん でその医療の事情、医療の状態状況っていうのはこれは各地方自治体によって全然違うから、はい、でこれやっぱり一律にやめるって話になるのと、一気にやっぱり経済がね、はい、逆に経済が悪くなるっていうネガティブな影響の方が大きくなると思うん で政府としてはその地方ごとにその医療の状況を見ながら判断して、まあ、その対象範囲をこう、調整するっていうのはまあいいと思いますし、であとそのこの自粛ですよね、その GoTo トラベル、まあ、イート絡みでいうとその外食とか、要はその10時以降 その、まあ、東京もそうですけれども、その営業のよ、まあ、自粛要請でそれに対して、まあ、協力金みたいな感じで東京だと40万円ということなんで、まあ、これもスムーズに、まあ、なんて言うでしょう、春先にその緊急事態宣言やった時にそのお金どうするかって揉めた時よりは、はい、まあ、ちょっとこれで十分かっていうのは僕はちょっと疑問もあるけれども、でもスムーズにその自粛要請とセットでお金が出るっていうのは一応、うん、まあ、出てるんで、はい、まあ、そういった意味ではまあ、今ね、結構このコロナの、まあ、結局その患者が感染者が増えたから結局非難されて、またこう政権がヨタヨタして、で支持率もまた下がったりしていて、で確かにその今の政府の対応がじゃあ満点かって言われると決してそうではないと思うんですけども、まあただそのこれ別に日本の対応がまずかったからこうなってるわけじゃなくて、もうさっき大橋さんおっしゃったように、もうすでにもうアメリカとヨーロッパでのその感染者ってこう第3波ってこの日本とはもう比べ物にならないぐらい数が増えてるわけですよ。1日20万人。そう、もう全然もう第3波でまたこうホップステップジャンプぐらいもう来てるんですね、はい、で日本もまあその波だけ見るとそうなんだけど、でも全然その人口あたりの感染者の数ってもう全く低いんですよ、はい、なのでまあなんかその
僕はもう米国中心に見てるんで、米国で起きていることと比べてこの日本で起きているこの感染者の数なんて、まあ、これ世論が大騒ぎしてね、これ、まあ、大したことないなんて言うつもりはないけれども、まあ、全然そのなんていうのレベルが低い、なんかスケールがむちゃくちゃ小さい話を、うん、で対処も簡単で、その先ほど言ったように、まあ、お金をスムーズに出すことと、そのやりすぎだっていうところはその地域によってその医療の状況が違うんだから、まあ、それに応じてそのちゃんと適切に対応しましょうっていうことを粛々とやればいいだけの話なんですよ。でこれ経済回すからコロナがもう一回増えるって当たり前のことで、別にコロナがまた増えたことでどうのこうの文句言ってもしょうがないし、そもそもそんなに増えてないんだから、はい、まあ粛々とやることをやればいいっていうだけの話だと思うんですね、はい、まあそれがなんかこう日本だと、まあ、これが大騒ぎになってなんかまたね、また責任を大変だみたいな、どこかにこう所在を追求するようなところありますね。いやこれ別に責任って、これ別にどこでも起きてることだし、韓国とかでもね、その起きてる、はい、その感染者の拡大起きてるし、どこで、まあ、これ多分この結局経済を回してるからということと、その気候的な要因で増えてるだけで、またその地域はちょっとこう一部は当然そのまた病院が病床が足りないとか、医療関係者の方が大変になってるっていう、まあそこは大変だと思いますけども、で僕からするとそもそもそんなこれぐらいの感染拡大が起きても起きるの当然想定されたのが、なんで準備してこなかったんだっていう、なんかそっちの方がね、なんか本当は本質的な問題で、でそれを言わずに、なんかもう増えたから大変だって、なんかもうそういうなんかレベルが低いことをなんか言ってるなっていう、なんかそういうふうに思いますね。はい、まあ、準備しておかなきゃいけない、うん、ということなんですが、内閣府27日日本経済全体の需要と、まあ、潜在的な供給力のこの差を表す需給ギャップが、うん、はい、7、9月期はマイナス 6.2%、 金額にすると年率換算で34兆円足りなかったと、はい、いうことを発表しました。これを受けまして、西村経済産生担当大臣、第3次補正予算の編成にあたって、この減少分34兆円ですね、うん、これを補う規模の予算を組む必要があるという認識を示したと、うん、あと今日は下村さんも同じようなことをおっしゃっていますので、はい、第3次補正は34兆円ぐらい出すんですかね。もちろん僕は出た方がいいと思いますし、まずでもね、重要なのは、はい、まあ、この需給ギャップ自体が正しいかどうかっていう議論もあるし、まあ、ある意味その政策のツールとしてこういうふうな金額が出るっていうのはまあ重要だと思うし、まあ、そもそも僕はもっと需給ギャップ大きいと思ってるっていうのもまずあるっていうのもあるし、まあ、最低限だなっていうのが一つと、あとその結局あれじゃないですか、その規模でその見た目だけこう膨らませてね、っていうのを常に繰り返してきてるから、はい、でそのすでにその春にやった、まあ、なんか1次2次でなんか1回100兆円規模で出てたりとかしても、全然中身見ると真水は全然、で、これ真水いくらだったかも実はみんな誰も認識しないで議論してるんですよ。で実はまず第1次第2次補正で合計すると大体実は50兆以上を出てるはずなんですね、真水と言われてる規模で。そこそこ行きました。だけど実際にじゃあ真水ということです、で追加的に、はい、政府が支出増えてるかっていうと実はそんなことなくて、でこれはまだ予備費が7兆円残ってるとか、はい、あと本当にその追加的に50兆以上出たかっていうとそうではなくて、まあ、僕前から言ってますけれども、その、まあ、その現金給付みたいに明らかに出たこれ13兆円規模なんで、はい、まあ、そういうのを積み上げるとやっぱりまだに多くて25兆円ぐらいしかまだ出てないんですね。実際に家計にダイレクトに行くのもそうだし、その医療関連の歳出の拡大っていうところで、うん、まあ、明らかに出そうな金額、うん、でそれって結局に、まあ、多分30兆は絶対行ってないと思うんですよ。 で、うん、でそもそもそういう状況でまずやっこれまでのまず全部執行しろっていうのがまずそもそもあるんですよ。でなんでだからそのまず補正予算の規模うんぬんの話の前に、はい、いやその予備費うんぬんとか言ってるんだったら、まずちょうどこのコロナがねこういう状況になったら、あ、じゃあちょっと一旦そのね使ってばら、まあ、これねばらまきっていうとね、みんないろんな人が怒るんだけども、その今もう一回その現金給付第2弾をやればいいだけの話なんですけど、はい、なんでやんないのかがなんか僕はもう意味が、あ、だからこれコロナのために用意しておいたんじゃないですか。そうですね、そのためのクール金が7兆余ってるんですよね。でそれがなんか使わずになんか第3次とか第4次でなんか30兆40兆とかなんか、もう今日なんか本当によくわかんないんですよね。でこれはだからその政治の、まあ、ちょっと政治家がだらしないっていうのもあるし、
選挙も控えてこう、まあ、やったパフォーマンスみたいなのもしなきゃいけないとか、であとその実際にそのまあ、やっぱ官僚がコントロールしてるんで、そもそもそのこの年予算の時期だから第三補正どうするかっていう、そういうところに合わせてるわけですよね。それもそのコロナにちゃんと対応するかどうかの方が重要だと思うのに、なんかもうそういう政治家とかその霞が関の事情だけでなんかそういうことがこう言われてるっていうのがやっぱりすごく大きいかなと思っていて、本当にその国民経済のことを考えてるのかなっての本当疑問ですね、最近のそのいろんな動きを見てるとね。予算編成もカレンダーじゃなくても実際にあるんだったらもう使ってない、なんで使わないのかと意味が分かんないんですけどね。休業要請すればいいんですよね、そう、と僕はな、その休業要請云々の話はさっきちょっと言いましたけども、その40万円とかその前よりはそのスムーズに決まったし、はい、でだからそれをもうちょっと大規模でやれば、いや今コロナ我慢しなきゃいけないっていう時期であれば、やっぱそれに応じてちゃんと国民に、いやもうこの時間我慢してもらって生活支えるためにちゃんとこう予備費でちゃんと予算つけてんだから、これもうだって使ったって何の問題もないはずなのに、まあ、やっぱりね、そのこの国をこうなんかよくわからないくコントロールしてる人たちがやっぱりまあ渋ってんじゃないかなっていうことで、結局その中でそのなんかこうなんだろう、手のひらでなんかまあ、メディアも政治家もなんかこう踊ってるなっていう感じはしますけど ね、うん、じゃあ第3次しかも第4次まで出てきましたけど言葉がね、それを語る前に、ま、前になんかやることがあるんじゃないかと僕は思いますけどね。まず第1次第2次で使ってない部分をなんて活用しないんだっていうことが一つですね、あと金融面ではどうでしょう。中央銀行日銀は、まあ、企業の資金繰り支援としてコマーシャルペーパー社債の買い入れ20兆円に拡大しています。それから無利子無担保融資を行う金融機関にはゼロ金利で資金を供給するというようなことを、はいはい、まあ、3月決めてるんですが、これ実質期限来年3月末までということで、まあこれは全部延長するんじゃないですか、いずれにしてもね、はい、まあ、日本銀行はやれることはその、ね、その融資を後押しするっていうところの政策はうまくやってたと思うし、はい、でまああとはやっぱりこうね、まあ、FRB がその、まあ、今足元だとその量的緩和を拡大するかどうか、うん、っていうところで12月の FOMC 動くかどうかいろいろ言われてますけれども、はい、まあもしかして多分やるとしても今僕が今想定しているのは、まあ、年限その買い入れる年限を少しこう長期化させてっていうところの調整を少しやってくることと、またそのいわゆるフォワードガイダンス的なその要はターゲットの、まあ、要はいつまでこの今の金融政策を続けるんだっていうところは、いやいやその経済状況とかインフレ率に少しこう緩やかに明示する形で、例えばに、まあ、経済がこういう状況になるまでやり続けるとか、うん、そういう感じでコミットする可能性が僕は高いんじゃないかなと思ってるんで、うん、いずれにしてもその FRB は別に今引き締めとかそのこと絶対もう匂わせてもないし、で日本銀行も当然それに従って、はい、やり続けるんだろうと。で本来であると日本銀行さんも頑張っていただきたいな、その企業金融の支援とかはすごくやってらっしゃると思うんですけども、まあ、やっぱりその 2% インフレへのそのなんて言うんでしょう、コミット、もう弱々になってもうなんかこもういつまでやるんだっていうこともまあ言わなくなり、でまあだからあれですよね、いや別に2年3年でまたやるって言ってやるんだったらこれぐらい財政支出必要だとかってちゃんと言えばいいんですよ、ね、もしその自分の裁量ではもうやれることが金融政策としてはもう目いっぱいやっていて、でマクロ安定化政策として財政政策をこれぐらい出せば、その需給ギャップもこれぐらい例えば縮まるんだからインフレ率もこう上がるんでっていうのをある程度定量的にできると思うんですよ。アメリカなんか言ってますもんね、パウエルさん。で毎回言ってますけど、みんな言ってるわけですか、中央銀行関係者はその財政が必要だって、財政出ないとダメだって言ってるのに、まあ相変わらずその点についてはね、まあ何が障害になってるのか、まあ言うと問題になるんであまり言いませんけども。まあ、全く言わずに淡々とやれることしかを真面目にやっているという、まあ、ちょっと僕はやっぱり残念だと思うんで、これやっぱりね、まあちょっとまあちょっとこれじゃないですやめましょう。アベノミクスの時はね、はい、その政権と、うん、まあ、日銀が非常にこうタッグを組んで、うん、インフレターゲット 2% っていうのを強力に掲げた印象がありましたけど、はい、うん、菅政権でどうなんですか、ね、そこも曖昧になってるのはそれは日本銀行だけの問題じゃなくて、やっぱりその菅政権がもう一回ね、うん、そういうところをしっかりと、はい、
あの 2% インフレなんか絶対そのしなんだなんて絶対必須の条件だし、うん、できるだけそれを早く実現するような金融政策をしてもらわないと困ると、はい、別に 2% に引き上げるっていうのはこれ物価を 2% に安定化させることなんだね、はい、今下振れしすぎてるのをもう一回普通通常の持続的な 2% インフレっていう状況に安定化させるだけなんで、うん、だから無理やり持っていくとかそういう話じゃないんですね、まあ、そこのこうなんかそこをちゃんとこう理解されてるのかなっていうのは少しねこうちょっとこう、うん、ちょっと心配なんですね、うん、でそれはやっぱりも、まあ、今ちょっとこうコロナの話とかもっとやらなきゃいけないことあるんで、はい、まあ、多分その政権の中での優先順位としてはすごく今なんでしょう低いと思うんですよ。でもう少しやっぱりこう日銀の人事の話とかをし始めた時に本当にようやくあのなんて言うんですか、菅政権がどういうふうにこうやっていこうとかっていうのを分かるっていう状況だと思うんで、まあ、あまりこう今はね、批判するつもりはないんですけれども、やっぱり当たり前ですけどもその金融政策をあのしっかりやってその重要性っていうのをちゃんとこうアピールしないと、うん、まあ市場関係者でねやっぱりなんか全然あんまり考えてないんじゃないかって、はい、最近ちょっとやっぱり円高はこれ別に日銀のせいではないと僕は思いますけれども、まあ、やっぱドル安にこうなっちゃうっていうのはしょうがないと思うんで、はい、そういった中でやっぱりちゃんとこうマクロ安定化政策やっていく。でそれはやっぱりあの日本銀行に対するメッセージもそうだし、やっぱりそのマクロ安定化政策として財政政策をちゃんとしっかりやるんだっていうのをやっぱり示さないと、はい、だからちゃんと実現しないと、その補正予算うんぬんで30兆40兆で騒ぐんじゃなくて、ちゃんとこ こういう状況になったんだから、うん、あの現金給付でも何でもいいけど、あで追加的にお金をちゃんとこう財政に出しますとかってやれると、あこれやっぱり分かってるんだなっていう話になると思うんで、うん、やっぱそこはちょっとこうね、なんか なんかまあ、ちょっと見えてこないですね。まだ見えてないっていうのは何なんだっていう気がしますけどね。だから全然あの外人投資家も日本のこと忘れてますから、あやっぱりなんか菅さんなんかうだうだやってるなっていうぐらいしか今思ってないんじゃないかなという気がしますけどね、はいはい、そんな中ね、日銀の9月末の総資産額は前年同期 21.1% 増えて690兆もあると、はい、日銀は儲かってますよっていう、まあ、要するに、まあそれ ETF の話とかで日本株を買っていまして日本株が上がっているから、うん、まあ、ETF の話は先週だからいいでしょう、儲かっていると、はい、そんな中でこれね、日本株非常に強いと、日経平均、うん、あはいはいはい、まあ、トピックスに比べて日経が強いっていう、うん、あそうそう、それはだからね、うん、その日経新聞さんは日経平均使うからしょうがないんですけど、うん、その29年ぶりの高値とか大騒ぎしてる場合でもなくトピックスだったらまだ全然2008年の高値を全く言ってないんじゃないです か、はい、だから普通まともな投資家はそれしか見てないんで、何日経平均でなんかこう大騒ぎしてるのかもう意味も分かんないし、はい、あとその日本とね、まあ、だそういう意味でそのトピックスと SP500 で見たその相対株価でもアメリカは普通に最高値更新してますから、この、うん、まあ、結局そのコロナ、アメリカなんてあの日本の何倍もコロナが増えてるのに、あのちゃんとバイデン政権の期待と、まあ、イエレンさんへの期待と、あとそのワクチン開発されたっていうこの3本セットで、株は、まあ、先週ね最高値、まあ、ちょっと12月は怪しいかもしれないけども、そのもうずっとこう高値をこう取ってて、年初来のリターンでももう 12% なんですね、うん、でそのアメリカに単に引っ張られてるだけだし、引っ張られ方も別に日本ってこの日経平均高値って騒いでるけれども、別にそのトピックスで見ると高値が確か 3、4% ぐらい、年初からね 3、4% 増えてるぐらいだったような気がするんで、日経はやっぱり値傘株がね引っ張ってる、そう、それはその グロスの相場だったとか、そういうのあるじゃないですか、うん、なんかもうそういういうことなので、なんかその株が上がってるバブルだとかっていう話でも全然何でもないし、もう低たらくぶりもひどいなっていうまあもうそれだなんかそういうそれだけの状況ですよね、普通に日本株知ってる人はね、だからまあ SP500 と、うん、まあ、トピックス見るともう全然ちょっと日本株もう全然ダメですよ。で今年はほらエマージングの方が上がってるじゃないですか、中国株とか、はい、まあ、今年はヨーロッパの株が一番上がってなくて、はい、でエマージングの中では中国株とかその香港とか台湾が上がってるんですよ、うん、で日経平均で見るとちょっと上がってるんだけど、トピックスだと全然上がってないん でアメリカが株がやっぱり結局一番、まあ、これはあのハイテクが上がってるからっていうのはそうなんだけども、でやっぱり全然そんなあの日経平均どうのこうので騒いでる、まあ、今日ねあの日経平均思いっきり下がってますけれども、あの、うん、あのだから全然あれですよ、
なんかこんな大騒ぎするほどでもなく、はい、バブルでも何でもなく、はい、相変わらず米国に対して出遅れている日本株っていう、はい、それだけの話だと思います、ね、そのためにはやはりマクロ安定化政策というのを、うん、まあ、明確に示してほしい、そう示してないから、やってないから、でマクロの成長が弱いしデフレっぽいからこんな状況だって、まあ、当たり前のことだと思いますけどね、はい、最後に今中国の話出ましたが、はい、まあ、中国の主要国に占める輸出シェアがかなり高まってきていると。で米中貿易戦争の前のピークが2015年なんですが、うん、この時を上回るペースということで、はい、トランプ政権では米中貿易摩擦ということでかなり、ね、一回こう、うん、あの減ってきたというのがあるんですが、また中国依存というのが世界が始まっちゃってるのかな、はい、まあ、これはあれですかね、あの日経新聞さんが確か日曜日かなんかですよね、確か、はい、日曜日か土曜日かなんかに確か一面かなんかで、記事を出されたと思うんで、ね、今大橋さんおっしゃったようにその世界全体の輸出、うん、まあ、輸出どこの国もしてるんで、まあ、その中の中国の輸出品のシェアがまた高まってるというのは今年起きてるっていうことなんですけども、でこれはあの別にあの、まあ、そんなの当たり前というかもうそのデータ見てればそうなってるのはもう僕はもうずっとこれはコロナの直後からも起きてる話で、うん、あのほら結局そのマスク足りないとか騒いでたじゃないですか、あ 医療品です、うん、医療関連とかやっぱここを一番輸出してるのはやっぱ中国なんですよ、うん、でやっぱ取り合いになってたでしょ、はい、でそういうのがむちゃくちゃ増え年前半に増えたっていうことと、はいはい、まあ、あとはその、まあ、物の輸出っていうのは、まあ、あとその物の消費、あるいはサービス消費が全然増えない代わりに物の消費が良かったりとかしてるじゃないですか、うん、だからそのある意味製造、まあ、物を作ってる企業が多い中国があとその先に回復したんで、はい、中国から物がたくさん輸出されるっていう状況に一番こうなったっていうのがこの この2020年ですね、うん、でそのあれなんですよ、だからそのまずその起きてることは結構一時的なコロナ禍の回復局面で一番先に中国が立ち上がったし、そのマスク需要とかその医療関連とかコロナ需要特需みたいなのが結構出たというのが結構大きいということなんですね、はい、なので、まあ、これが続くかどうかは僕、まあ、実際今足元実はこの中国の輸出 の動向を見てると、はい、あのもうさすがにこのマスクとかもみんなどこ行ってもあるし、もうその特需はもうね落ちてるんですよ夏から、うん、はい、で今どっちかというと中国の輸出またちょっと、まあ、好調なんですけども、ハイテク関連とか、まあ、そういうところで実は増えたりとかしていて、全体的には増えてるんですけども、はい、一時的なそのコロナ特需みたいなのはもうなくなってるんで、多分来年は落ち着くと思いますね、この2020年ちょっとこう一時的に増えた分は、はい、来年は落ち着いていくでしょうっていうことなんで、あまりこうこのね1年間の数字だけでね、はい、またこう中国の輸出シェアが増えて、また中国の世界が来て大変だみたいな、まあ、なんか日経さん何を煽りたいのか分かんないけど、なんかそういうなんか1年の数字だけでなんか大騒ぎしてしょうもないなっていうのがまず一つと、はい、まあ、あとそのまああとその RCEP の話とかあるじゃないですか、はい、でその中国の TPP 入りたがってるとかっていう話とかで、まあ、その話がね、そのまあバイデン政権になってどこ変わるとかって、まあ、少し長い話になるんで、はい、まあいいんですけども、あとその別に中国の輸出シェアが増えてるからそれが脅威だとかっていう話とはちょっと別で、はい、やっぱり本来ならば TPP に、まあ、中国とかルールがしっかりしたから入れなくなってるのを、やっぱり中国が先に入ろうと今してるじゃないですか。そうですね、はい、やっぱその日本とかが作ったこの先進国の日本とか先進国のルールをちゃんと中国に適用させることで、中国を入れてあげるっていう風な仕組みっていうのは結構重要だと思うんで、でバイデン政権はそれやろうとしてますよね、はい、うん、まあ、あのアメリカが TPP にすぐ入るっていうことでもないと思うんだけども、まあ、そういう方向でこう中国をこうの枠を中国の枠をこう なんて言うんでしょう、こうちゃんとルールに従ってやっていくっていうもらうには結構僕はそれいいと思うんで、みんなで監視していくってことですね。そうそうそう、うん、でちゃんとで一方でその世界経済の中にちゃんと入れ込んでしまって、うん、ちゃんとこうルールをこう守らせて、はい、そのいわゆるその知的財産みたいなところも守らせるっていうところでちゃんと抑え込むことは結構いいと思うんですよ、うん、でそういった中で、まあ、中国がその存在感はもともとだってもう GDP2 位の国なんで無視できないんで、で全て排除するとかって極端な話って、それは経済活動世界経済全体おかしくなっちゃうんで、まあ、そこはバランスが必要だと思うんですね、まあ、だからこうあんまりこうね、その輸出シェアがまた高まってまた中国があの脅威で大変だとかっていうふうに単純にこう
あの言うのも、うね、まあ、ちょっとこうおかしい話だし、完全排除っていうのはできないですからね、うん、うもうちょっとこうね、冷静に、はい、あのその記事自体もちょっとミスリーディング、一時的なものもあって、でちょっとこうセンセーションなのでちょっとおかしいなってのもあるし、ある意味中国は結局輸出依存で回復していたっていう側面もあるんですよ、今年は、はい、だからまあ全然大したことないし、なんか脅威になってるって話でもないって、多分そういうことじゃないかなというふうに僕はこの記事を読んで思いました。はい、はい、ありがとうございます、はい、今週も村上さんに伺いました、はい、ご覧いただきありがとうございました。